平山構造肖像、金星名家肖像より、平山構造文政11年12月14日は、日本の江戸時代後期の爆心で標法を得、剣術流派として、後部実用流を称した。間宮林蔵、近藤十蔵と共に、文政の三蔵と呼ばれる。名は千、字は四流。号は、兵、原、平安、千剣、連武道、雲中新人。 江戸幕府御家人、平山正光の子。構造は、伊賀組同心として三十票二人ぶの、微録でありながら、四谷北伊賀町、稲荷横町の自宅に、道場、平成各部道塾を構えていた。魔官流の山田松斎に学び、一流を起こして忠高た魔官流と称し、後に、後部実用流と改めた。軍学を、斉藤三大優、創術を、 松下清九郎、柔術と居合を、渋川寺営、法術を、井上干流左衛門のにそれぞれ学んだ。このほか水泳、馬術、弓術、防術など、いわゆる、武芸百般に通じ、学問についても小平行で、子が整理に学んだ儒学を基礎に、農政土木学に至るまで習得したという。構造は、 背丈が低かったにもかかわらず、三尺八寸という長い刀を刺していた。毎朝起きると七尺の棒を振ること五百回、長さ四尺、幅三寸の八重刀を抜くこと二百回から三百回、読書をしながら、欅の板を両剣で叩いて、原骨を鍛え、書にあぐむと水風呂に入って、打を払うといった生活で、六十一歳になるまでは、ど真にね、ヤグを用いなかった。 今には薙刀、木刀、流しない、槍など数十本に始まり、大砲、抱え刀、鉄砲、鉄棒、薙刀などの武具、具足筆木箱が乱雑に詰め込まれ、庭は草ぼうぼうというありさまだった。ふち米を俵のまま玄関に置き、玄米をそのまま炊いて食べた。今の押し入れに、酒の入った四ソンを据え付けて、冷酒を飲むことは、晩年。 中部のために寄居が不自由になってもやめなかった。ベラボーメが口癖で、世の分弱な風潮に噴撃しながら没したという。自理一体館に基盤を置いた金星稀に見る、標本家であり、総数に9 8 0巻1085部の、莫大な和館の兵書名、362種の戦地兵器類を収集していた。1828年12月14日没。 去年七十、四谷井重町、栄翔寺に葬る。門人のうち、別格筆頭が、相馬大作事件の相馬大作である。このほか吉里信武、妻木弁之進、小田武志右衛門、松村伊三郎、平山門の四天皇という、かつ海舟の父、かつ小吉が、構造に学んでおり、平志流先生維持という著作がある。松一氏は、 幕府の価値であったが、髪を、八つ曲げに言い、丸に、他の字の大きな門を入れた衣服という奇抜な姿で、歩き、時の将軍、徳川家春の軟弱を封した、意見書を、上呈して、謹慎を命ぜられたこともあるという。当時、二尺八寸程度が、常識的な刀の長さとされる。石岡久雄、兵法者の生活第六章幕末病法武道家の、 生涯一、平山平、原の生涯英書寺は後に、杉並区下高井湖一丁目に移転している。小吉も、構造の影響で三尺二寸の刀を刺した。建設、建美ありがとうございます。